ナンバーアイ、平野の使用人偶自由た騎士歌がイブ・サンローラン・ディーブラ PR で語る自由には無限の可能性。自由の香りとともに新しい物語の始まり。イブ・サンローラン、イブ・ズ・セイント・ロロンが送る香水、ディーブラ、ディーブルの新たな広告キャンペーンが 注目すべき三人の若手俳優、平野志耀、神宮寺勇太、岸裕太によって展開されている。三人が新しく結成されたユニット、ナンバーアイ、ナンバーアイを形成し、リーブラのコンセプトである自由には無限の可能性があるというメッセージを力強く伝える。この記事では、新しい広告動画に込められた意味や、三人それぞれの自由に対する考え、 そしてイブ・サン・ローランの香水がどのように自由なきらめきを表現しているのかについて深く掘り下げていく。広告キャンペーン、リーブラが語る無限の可能性。20日午前5時、オウック・ジャパンの公式ウェブサイトにて公開された広告動画は、リーブラの香りとともに3人の魅力が溢れるものとなっている。 香水の名前である、リーブラはフランス語で、自由を意味し、3人はそのコンセプトに共感し、自らの言葉で、自由について語っている。動画では、3人が無造作に立ち並び、風に舞うような自然体な姿勢で、リーブラの香りをまとっている。 このシンプルでありながら力強い映像は、自由というテーマを視覚的かつ完成的に表現しており、視聴者に新しい冒険への誘いを投げかけている。広告動画に登場する3人は、それぞれが異なるキャラクターを演じつつも、共通して自由には無限の可能性がある、という信念を共有している。 彼らの存在そのものが自由なきらめきを象徴しており、若者たちに新しい可能性を感じさせている。リーブラの香りが彼らの自由な挑戦を後押しし、新しい物語の1ページをめくるきっかけとなっている。ナンバーアイの3人が語る自由の意味。 動画では、平野紫耀、神宮寺勇太、紫裕太が個別に、自由についてインタビュー形式で語っている。各々の,の,のコメントから、3人が、リーブラ、と共有する自由のメッセージに対する深い理解が垣間見える。平野紫耀、自由には無限の可能性がある。飾らず、素直に、自分らしく。僕は、自由に新たな物語を綴る。 彼の言葉には無限の可能性に向かって前進する自由の力強さが込められている。また、飾らない素直な姿勢が自由なきらめきを引き立てている。神宮寺由うた、自由って自分を解放することだと思う。新しいことにチャレンジする勇気もその一環。リーブラと同じように自分も自由に生きていきたい。 ユータのコメントは、自由とは自分を解放し、新しい挑戦に向かっていくことであるという視点を示している。彼の勇気ある発言は、若い世代に向け耐えるとなっている。岸ユゆタ、自由って、自分の中にある可能性を広げること。夢を追い求めることが、自由を感じる一因だと思うんです。騎の言葉には、夢を追い求め。 可能性を広げることが自由の本質であるとの信念が現れている。夢への情熱が自由なきらめきを生み出している。自由なきらめきを表現する、リーブラの香り。イブ・サン・ローランの香水、リーブラは、自由のテーマに基づいて構築された香りである。香水に込められたメッセージが、3人の自由なきらめきと調和し、広告動画を通じて感じられる。 ディーブラの香りはフレッシュでありながらも力強く、花繰り返しのエッセンスとウッてリーなノートが織りなすバランスが特徴的である。この香りはまさに挑戦と解放のエネルギーを象徴しており、若者たちに新たな可能性への一歩を踏み出す勇気を与えている。 香水の中に込められたフランスの香り文化とナンバーアイの三人が語る自由のメッセージがそう待って、リーブラは単なる香水上の存在となっている。自由なきらめきを感じるために、香りが力強い手助けとなっているのである。新しい時代の象徴、ナンバーアイとリーブラ。 ナンバーアイの平野市を、神宮寺ゆうタ岸ゆうタが、イブサンローランの香水、リーブラを PR する広告動画は、自由と挑戦の象徴として新しい時代を切り開いている。三人が語る、自由の意味は、若者たちに共感を呼び起こし、新しい可能性への期待を抱かせるものとなっている。リーブラの香りは、 挑戦と解放のエネルギーを香りとして表現し、若い世代に向けて勇気と自由なきらめきを提供している。イブ・サン・ローランとナンバー・アイのコラボレーションは、ファッションと芸術、自由と挑戦の融合として、新たな時代の象徴となることだろう。この広告キャンペーンを通じて、自由なきらめきを求める若者たちに勇気とインスピレーションをもたらすナンバー・アイとリーブラ。 彼らの共演は芸術とファッションが交差し新たな物語が生まれる一周の切り取ったものと言える。